7月20日金曜日、ニューヨーク、おはようございます。今朝も朝からジョーンスイです。そして今日もグリーンジュース、まだマスタードグリーンズのグリーンジュース飲んでます。マスタードグリーンズ、日本語で言うとからし菜みたいな、本当にからしマスタードのねお野菜でした。いただきます。やっぱり辛いよ、やっぱり辛い。次回からは気をつけてお野菜絞ろうと思います。うん、はい、これから出勤です。ブレックファーストはリンゴです。うん、あのマリコーチから朝は果物を食べた方がいいと言われたので、なるべく果物は朝に食べるようにしてるんですけれども、ちょっと進行渡っちゃうわ。実はこういうリンゴとかね、こういう繊維質のもの、虫歯予防にも役立つんです。っていうのはね、もちろんね、キャラメルとかガムとかね、粘着性のある食べ物はもちろん糖分も入ってて虫歯にやりやすいのは皆さんご存知かと思うんですけれども、こういうね繊維質なもの、例えば野菜スティックとかね、っていうのはこの繊維質がなんていうんですかね、歯についた歯垢とかね、そういうのを落とす役目とかもあって、しかも一生懸命噛まなきゃいけないのでね、一生懸命噛むと唾液がたくさん出てきて、唾液っていうのが重要で、唾液がねこう自浄作用っていうので汚れを洗い流してくれるんですね。それからね、唾液はお口の中を中性に保ってくれる大切なものなので、一旦食べ物を食べてお口の中が酸性になるんですけど、それを常に中性に保ってくれるのが唾液なんで、唾液が出ないと大変なんですよ。まあちょっとね詳しい話になっちゃうので、とにかくこういうね繊維質なものを食べると唾液も出てきて、それから繊維質で汚れをね落としてくれるっていう相乗効果があって、実は虫歯にいいんですね。はい、虫歯予防にいいんです。虫歯にいいんではないですよ。ということでね、今日もしっかり、あ、でもリンゴとか野菜スティックを食べてれば虫歯にならないわけじゃないので、歯ブラシはちゃんとしてくださいね。虫歯になりづらいっていうだけであって、もちろんこれだけで歯ブラシ完了とかっていうわけではないので、よろしくお願いします。では行ってきます。 Good job。 今日はランチこっそりとです。今日は遅番だったので、はい、仕事終わりました。実はこれから歯の治療、私歯科で働いてるんですけれども、インプラントを入れてまいります。超緊張です。頑張ります。はい、インプラント入れてきました。案外簡単でしたよ。だいたい分かってるんですけれども、なんかね、やっぱり気持ちだけが、おー、インプラントっていうショックがね、大きくて。ただね、プロシージャーは至って簡単。スクリューで、骨にスクリューを入れてね、インプラントを植えるだけなんでね。なんとか無事に終わりました。今日は、軽いものを作って食べようかな。じゃあ、また。はい、今日、インプラントを入れてきました。
案外簡単でしたね。まあ簡単なのは知ったんですけれども、実際自分が入れるとなるとね、ビビりまくってたんですが、あっという間に入ってしまいました。今日はね、一応インプラントサージェリーということで、お夕食どうしようかしらと思ったんですけれども、パーフェクトディナーを考えました。先週、あ、すいませんね、これ冷やしてるんですよ。先週ね、KD キッチンで習ってきた、じゃん、かぼちゃと味噌のスープ作ります。スープとかだって、スープみたいにね、流動性のあるものだったら食べやすいかなと思って、インプラントした後に日系のスーパー行ってかぼちゃ買ってきました。ね、アメリカのかぼちゃは割とこう、なんていうの、スイートポテトというか、あの、なんかちょっとね、オレンジの違うやつなのでね、ちゃんとあのかぼちゃ、栗かぼちゃ買ってきました。ではこれからかぼちゃと味噌のスープ作ります。頑張るわ。じゃあかぼちゃカットしていきますよ。わあ、まあすごいな。でもこのかぼちゃ大好き。どうカットしたんだっけな。そうそう、種取ってね。とりあえずスライス、スライス、あー、なんかかわいい。これ馬のほら足に似てる。早く作れよーだよね。うん、じゃあ頑張ります。はい、今ね、かぼちゃ、おー、できるかな。はいはい、じゃん、おー、いい感じに煮えてるんじゃない。煮え上がったかぼちゃを今度はブレンダーに入れるよ。あー、大丈夫なのかな、これ。押しますよ。ジュジューン、おー、ジュジューン、おー、そう、クリーミーやん。いいね。あら、スープできちゃったよ。はい、完成したね。かぼちゃと味噌のスープ、すごい綺麗でしょ、色。ちょっとね、味見してみようかな。ニキビだけじゃなくてなんかついてるよ。じゃあちょっと味見してみます。うわ、やば、うまっ、めっちゃうまい。めっちゃ簡単なのにめっちゃうまい。わお、ちょっと私、料理の才能ありって。いや、これ KD のレシピだから。めちゃくちゃうまいです、やばい。あ、できました。怖いでー。はい、またね、またね、クルトン作りました。ほら、スープにはやっぱクルトンでしょう。クルトン大活躍。そば飲みバケットで作ってありますよ。はい、ディナーできました。まだ冷やしております、インプラント入れたところね。ということで、今日はインプラントサージェリーをしてきたので、ディナーはパーフェクト、かぼちゃと味噌のスープです。でーん、はい、そしてこれだけではちょっと足りないと思ったので、クルトンも作りました。なんか絵にならないよね、これだと。とりあえずもう味見済みで、すんごいめちゃ美味しいです。ちょっと見てよ、これ、ほら、かっこよく盛り付けたんだけどね。うん、じゃあ食べますね。
ってるんだ、美味しいのはもう味見済みだから。うまっ。じゃあクルトン入れて食べます。あ、いい感じやん。なんかもう KD レシピ大活躍。Be careful, don't eat too crunchy, because, you know. いやいやいや、ですわ。いやいやいや、ジョンさんがこっちでクランチーなクルトン食べないようにって。こっちでね。うん。ちょっとスープにたくさん浸して、ね、あのカリカリがいいんですけれども、この場合はスープに浸して、はい。うーん、おいしい。ということで、KD レシピは歯を抜いた、抜歯をした、インプラントをした後でも使えます。では、今日も一日ありがとう。ついにインプラント入れちゃった。また明日、晴れてないようにね。では。